はい、フロガブです。今回は高畑淳監督について話していきたいと思います。ついてというか時代か、高畑淳監督時代について話していきたいと思います。まあ、高畑監督は2008年関塚監督の病気による退任というかで引き継いだ監督、コーチから昇格して引き継いで2008年シーズンを戦って2位で終えて、で2010年は1シーズン監督やられて5位で終わりました。この2シーズンなんですけど、そうですね、それまで3バックが主のフロンターレだったんですけど、高畑監督が4バックにして新たな戦い方を、模索した監督です。で、難しい、状況で受け持ったのかなっていう印象でしたね。関塚監督が作り上げてきたものを、出してたんですけど優勝できず、でシーズン途中で交代、療養のため交代になって、難しい中でよく戦ってくれた監督のイメージです、僕は。はい、でメンバーですけど、フォーバックのイメージ強いし、でなんて言っても2010年にワールドカップがあって、そこで川島英二選手とチョンテイ選手がやっぱヨーロッパに引き抜かれちゃうっていう、もちろん嬉しいことなんですけど、フロンターレにとってはだいぶ打撃の移籍がありまして、でそれに加えてレナチーノ選手もシーズン途中でいなくなるということで、夏に3人抜けるわけです。レナチーノ、チョンテセ、川島、その中で戦って、5位で終えたっていうのは、フロンターレのチームの規模からすると十分だったのかなというイメージです。でメンバーを書き出すと、どうしようかな。キーパーはそうですね、川島選手は関塚監督で書いたので、じゃあ相澤選手キーパーで、ディフェンス左サイドバックがやっぱ2010年シーズン横浜から移籍した小宮山貴信選手で、ディフェンダーは菊池康介選手と井川雄介選手で、右サイドバックが伊藤洋輝選手で、中盤ボランチにもちろん大黒柱の中村健吾選手で、やっぱねここですよね。稲本選手ですよ。これは本当興奮しましたよね。いやもうなんか
フロンターレに来んのっていうイメージすごいありましたね。あの頃海外から帰ってくるってなって、でなんでフロンターレの名前上がってんのっていうぐらい本当びっくりした遺跡で、うん、いやもう初めての多分大物獲得じゃないですか、フロンターレの中で。やっぱこれは本当鳥肌立ちましたし、すっごい嬉しかったイメージありますね。あ、来てくれるチームになったんだっていう、はい、そんなイメージでした。すいません。でここですね、ビトール選手は、ビトールジュニオールはここです。2010年でした、イメージあったの。この選手もちっちゃいんですけど、スピードあってドリブルうまくて、でフリーキックもうまいんですよね。いやもうほんとイメージありますね、ジュニオール、ビトールジュニオールは。でレジェンド田坂と、田坂雄介選手ですね。この選手も器用な選手で、まあ多分皆さんもご存知だと思うんですけど、キックうまくてドリブルうまくて、でポジショニングもうまいん で戦術理解度も ありますし、守備での貢献度も高い選手で、まあ近年だと右サイドバックで使われたりもしてた選手ですね、はい。でフォワード、まあここはやっぱりジュニーニョと、まあここら辺イメージだと、そうですね、まあ手勢は書いたし、じゃあ黒津、黒津勝選手、ロケット黒津選手は足速くて、でやっぱシュート力の、シュートのパンチ力がすごいあって、左利きなんですけど、何度もチーム救ってくれましたね。いや黒津選手はあんまりスタメンで出てるイメージそこまでないんですけど、途中から出てきて試合かき回して点取っちゃうっていうイメージがすごい、スーパーサーブですね、フロンターレの中で。うん、クロツロケットって言われてるぐらい、うん、みんなさんには親しみがある選手だと思います、はい。まあシステムというかメンバー構成はこんなイメージだったかなと思うんですけど、まああとはそうですね、矢島選手とかですかね、矢島選手で、うん、その辺ですかね。ここに矢島選手が入る、まあでも矢島選手本当に怪我が多くてなかなか、うん、本領発揮する場面っていうのはそんなになかったので、まあやっぱ黒津選手かなと思って、はい、書かせていただきました。で、まあ、今回はここまでにしようかなと思うんですけど、まあ次はそうっすね、相馬直樹監督時代の話をしていこうかなと思います、はい。まあ、ぜひこれを見てくれた方はね、コメント何でもいいので、はい、もう全然これダメだろうって
全然言ってくれていいので、はい、ぜひコメントよろしくお願いします。はい、じゃあ次、相馬直樹監督時代について話したいと思うので、次も見ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。